今回は2021年の輸入車の中古車登録台数についてお話をしてみたいと思います前回輸入車の新規登録台数について同じように日本自動車輸入組合から発表された内容をもとにお話をさせていただきました今回は中古車の登録台数はどういう風になっているのかということでね、えー、データの方から見ていきたいと思います そして中古車の登録台数については少しね注意しないといけないポイントがありますそれはどういうことかといいますと新規登録台数と所有権の移転登録台数および使用者名の変更登録台数の産業務合算の登録ナンバーベース台数というようなことになっているのでどういうことかといいますと今回発表されている数字台数というのは 新規台数も含ままれるとといいうようよななことになっていますそれなどで純粋に中古の台数を調べるとなると前回発表されているその新規登録台数を引くとそうすればその中古台数が出てくるそんなような形になりますそれであの全体の状況というようなことを見てみますと1月からの累計台数 えー、本年というのがねこれが2021年になります58万210代前年の2020年は59万9081代、えー、全体的には96.9%の実績というようなことになります新規登録台数でのこの実数というのは、えー、前年比較104%ぐらいだったと思います 中古も含めて96.9というようなことなので中古車純粋に見てみると中古の方は前年よりも落ち込んでいるというそういうことがねこの数字から分かると思います、えーまあ、全体のね景気を、まあ、見てみますと新車は結構売れて中古はちょっと伸びなかったかなとそんなような状況だと思います えーまあ、この、ね、不況というか、まあ、コロナの影響というか、ねえー、そういうことも考えるとお金のある、まあ、新車が買えるというようなそういう方にとってはあまり関係ないような感じ、えー、そしてあの景気に左右される中古を、まあ、買える世代というか、えー、そういうところはちょっと落ち込んだかなと、えー、そんなような状況に見て取れます。 それでは社名、車種別の移転登録実績を、ね、見てみようと思います。上から ABC、アルファベット順にブランドが並んでいますけど、ある程度その実績が多いということで、この BMW を、ね、例にとってみます。本年の実績、2021年の実績は12万2442台ということです。これはあの新規登録も含めるということなので、 新規登録どれだけだったかということに関しては3万5905台ということになりますそれなので先ほどのこの12万2442台から引いた部分が中古の移転登録というようなことになりますそれを見ますとね BMW は8万5000台ほどが中古移転登録新規登録が3万5000台というようなことになります 同じようにアウディを見てみますと、えー、本年度4万7815台が総数ということで、えー、新規登録の台数は2万2535台ということになります差し引きすると、えー、中古の実績は2万7000台というようなことになります 続いてメルセデスは、えー、全体で12万625台が実数となっています。新規登録の台数は5万1722台だったので、大、え、体、ー、いい中古の移動は6万9000台ほどというようなことになります。以上のことから、えー、メルセデスと BMW はともに12万台ほどが、えー、移転登録されたということなんですが、 新規登録はメルセデスが5万1000台、BM が3万5000台なので、BM の方が中古は取引が多いというようなね、そんな感じになってます。あと、アウディの全体の取引が4万7000台に対して、新規登録が2.2万台なので、中古が2万7000台ぐらいというようなことになります。 各ブランドによって新車がたくさん売れたというところと中古がたくさん売れるとそういうところがねこういう数字の方からも見て取れます各ブランドとも中古の方が動きが多いとか新車の方が割合が多いとかそういうまあ特徴がいろいろあるんですけどもこれはの販売店側の,そのまあ売る方法のまあ姿勢というか そういうのもね数字に出てくるのかなと、えー、そんなような感じがします、えー、例えばその新規で登録してほとんど使ってないものを、えー、市場に出すというような、えー、そういう、まあ、販売店とメーカーの絡みがあって、えー、新古社が担当出すとか、えー、そういうことによって中古の取引が多いとかね、えー、そういうのもあると思います、えー、例えばその BMW なんかは登録済みの未使用者とか結構多いんですよね こういうものはやはりその中古の取引ということに含まれると思うのでその辺が数字に大きく現れてきているのかなとそんなような気がしますそして私の動画でロータスに興味を持っていらっしゃる方オーナーの方も多いのでロータスの中古の動向についてお話をしたいと思います えー、ロータスは2021年度全体で1006台の実績でした、えー、2020年は1079台というようなことです、えー、それで昨年、えー、まあ新規の方はどういうふうになってたかというと、えー、昨年2021年は305台、えー、2020年が275台ということでした 先ほどの全体の数字からその新規の部分を引いて計算してみますと2021年の中古の取引が701台2020年の中古の取引が804台ということになります昨年の2021年は新規登録かなり多かったですよね300台を超えたと。 そんな状況ではあるんですけども中古の取引台数は2020年と比べて103台ほど少なくなってます2020年の方が取引が多かった100台以上多かったというようなそういうことになりますこれまあ市場の感じを見てどういうことかというとなるとやっぱりそのロータスの取引台数が全体的に少なくなっている 流通がまあ少なくなっているというようなことですよねえまあ新規新しい車種は昨年結構入ってきて登録されたんですけど中古の動きがえ少なくなってきているというえそういうことがあの数字から見て取れますえやっぱりそのロータス手放さないで持っているっていう方が多いということだと思うんですよね えそれで欲しがってる方も少なあのか,からず多いというような、えー、ことになるのでまあ今のね状況を見てみるとロータスその値段が高くなってきてるというような、えー、そういうこともあるまあ要するに玉がないから値段も上がってるというような、えー、そういうことですよね、えー、それでまあこれでもう絶版となってしまったのでこの傾向はまたしばらく続くのかなと今年新たに えー、エミイラが入ってきますけど、エミーラはまあ客層が変わるので、ちょっとこの辺の、ね、数字の動向に今後も注視していきたいと思います、はいえー。それでは2021年の輸入車の中古車登録状況についてお話をしてみました。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。